まあ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 。はいさい、はいさい。後ろ見てください。虹ができてます。幸先よ。で、綺麗だね。今日は何をしますか。今日はですね。はい。定置網漁の体験。定置網。おほ。漁。そう、手伝いができるって感じかな。体験ができる。今来てるのが読谷の鳥屋漁港。鳥屋漁港。もうチューブですね。沖縄の。で、ファミリー向けに定置網体験の。ツアーがあって、うん、それに参加してみようかな。ああ、初めて？テイちゃん初めて。テイちゃん初めて。僕も初めてですね。映像では見たことあるんだけど。うん、俺もある。すごい量取れるわけよ。ね、あんなわちゃわちゃ。大量に取るからすげえ。やった。ハンマーヘッドシャーク。上がってんの？こっちの船です。あ、ハンマーヘッドシャーク。あ、こっちさばいたんだよね。そう。はいはいはい。てーちゃん見にかかってたらしい。じゃあそれで虹も撮ってて、あ、虹だ、撮りました撮りました。あの組合長が虹撮ってって言ってますね。はい、じゃあ早速説明があるそうなので。そうですね、はい、で一般のお客さんも参加するっていうことなので、はいはい、一緒に楽しんでいきましょう。はい、いきます。おはようございます。おはようございます。あらかじです。よろしくお願いします。まずお願いします。この写真から説明します。今、豊井漁港ここですね。ここにいます。だいたい15分ぐらい船で移動したときに定置網の仕掛けが設置されています。どういった仕掛けかというと、真ん中の大きな浅瀬からまっすぐ道網と呼ばれる網を引っ張っています。で、その先に箱型の網があります。泳いでる魚は障害物にぶつかると障害物に沿って泳ぐ習性があります。浅瀬に沿って泳いだのが次に、道網に沿ってこの中に誘導される仕組みです。中に入った魚はぐるぐる回りながら沖の方へ逃げようとして、最終的にこの袋の中でぐるぐるぐるって回ってます。小さいボートと大きな船と両方から手で網を手繰って魚を一箇所に絞り込んでいきます。でこの時に皆さんに声をかけますので、ぜひ一緒に網を手繰るの体験してみてください。でどういった魚が入るかっていうと、回遊魚ですね。マグロ、カツオ、イワシ、サバ、アジ、こういった魚がメインです。ちなみに土曜日は70キロのマグロが1本、40キロのマグロが2本、あとはハンマーヘッドシャークとウミガメとマンタ、いろいろ入ってます、ね、今日もいろいろ入ってるといいですね。はい、では一旦向井さん前の方待っててね、はい、楽しみになってきましたね。何、どんな魚がいるのか。マグロ70キロってよ。うん。でかくない？どうしよう。前歯医者でさばいたのよりでかいよ。組合長行ってきます。バイバイします。ポイントつきましたね。ポイントあちら見えるかな、この V があって、この下に網があるみたい。今情報が入って、はい、今日月曜日なんですよ。はい、土日2日が行ってないから、はい、いっぱい入ってるかもしれない。あ、いいや。あ、普段毎日あげてるみたいな。そうそうそう、平日あげてて、で1日置いてるからいっぱい入ってるはず。やば、めっちゃいい時に来たさ。始まった、トト見て、あれ、引っ張ってる。これ今引っ張ってるんですか。これ今、こっちが入り口なんで、入り口を閉めて、はい、魚が逃げる入り口。あー、なるほど。あ、これが入り口。だんだん閉まってきてます。はい、ちょっと今回ね、なんかウミガメの研究の、あのサークルの方が来てて。そうそう、ウミガメさんですね。カメカメサークルのカメカメ、こういったところにウミガメが上がってきたり、身が済んだけど、でその都度カグ付けをしてるみたいで、はいはい、身の付いたものをつけて、はい、身が上がったよっていうのが分かるようにしてるのと、あと長さ、
かって、こういう。ああ、なるほど。そういったことをしてる方も特に。はい、向こうの、ほら、波、ほら。だんだん、ほら。あ、網上がってきた、網上がってきた。あ、こっちも上がってきた。おお、カメだ。持ってるカメだ。やばい、めっちゃいる、めっちゃいる。やばい、やばい。2本入ってないカメ、ね、あれちっちゃい、もう1本がでかかったカメ。あ、ヘイ、うわ、でかっ、うわ、でかっ、すごい、やば。スタート。はい。はい。投げてきます。どう重い？まだ重くはない。魚の体重が残ってる。お。押し替え割り。はい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 。見えてきたよ。怖い。怖い。あ、エイだ、エイだ。おお、あ、逃がすんだ。逃がしましたね、エイはね。わあ、すごい。わあ、あ、第2回わお。いい魚と小魚を分けてます。すぐ血抜き。そこ神経締め。早っ。もう干し貝終わりですね、これは。干し貝終わりとオニヒラ、いや、もう血抜いて。止まらない、何本でも上がる。うわ、でかっ。貝割りの血にでかくないこれ、ね、GT レベルだろ。はい、作業の方がほぼほぼ終了して、今巻き戻しですかね。はい、じゃあこれから亀の生態調査。オーラの長さわかるね。ちなみにウィンのメスらしいですね。はい、噛まれたことある、これ太ももあり、太ももある、これで太もも噛まれたってこと。ちょっと怒らせてみてもいい？ちょい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 。何センチですか？59.2 です。59.2。すごい。65.2 です。あ、ちょっと大きい。58.5 です。これ全部青ウミガメ。青ウミガメのメス。77.1 でかっ。あ、一番でかいやつけどな。一番でかいやつ、こいつ。これもうおばあちゃんですか？いや、まだまだ。まだ若い。まだまだ笑っちゃう。笑いよ。80.7 ってない？でかい。でかいっすよ。でかい。なかなかいない。初めて見ましたこの。へえ。初めて見た。週3で来て？マジですか。大先輩も初めて見たんですけど。あ、そうなの？水族館とかに行くレベルじゃないですか。で、幅が？77.6 です。77.6？ あれの縦ぐらい。結構体型あるんですよ。なんかめっちゃずんぐりむっくりの縦と横の長さ同じみたいな。たまに可愛いなりますよ。個体差があるんだやっぱり。面白いね。こちら
漁協さんのご好意でお刺身になりました。こちらガチュンっぽいでもあるけど、こっちがガチュン、これ全部ガチュン、これ多分鬼平だ。いただきます。いただきます。新鮮、めっちゃプリプリする。どうぞ。うん、おいしい。おいしい。数分前まで来てたからね。めっちゃ俺これなんか筋肉って感じですよ。すごいプリプリで弾力すごい、跳ね返されるハンあんなに。これいいね、毎日このあれかな、体験した人に出してるのかな。そうじゃない、めっちゃいいサービスだこれ。出してる親子です。これみんなもぜひやってほしい。じゃ沖縄来た際はぜひ。じゃあまた港戻っていきます。はい、はい、今度は上のコーラ、はい、73と5です。73、このコーラへっこんでるところじゃない。うんうんうん、へっこんでるところと長いところどっちますか。放流。おーすごい、うーわーすごい、うわありがとう。思いません、軽くや早っ、めっちゃ速いな泳ぎ。めっちゃ速い。行くよ。はい、おーい速っ、速っ、うわ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 、え、これ何これ。クルクマ、クルクマ。これこれメディカってガチュン、ガチュンガチュンがほとんどなんだね。すごい大量だね。もうこれいっぱい。まだそうでもないですか。マックス何トンぐらいですか。この青いコンテナが8とか9とか。ちょ、まさまさ、2だったら8とか9だったらもうみんな笑ってた。あはは、あはははって。そうでしょ、笑わないよ。笑わない。疲れたからね。今向こうで発泡スチロール準備してるのが、はい、スーパーに行くよ。あ、すぐ行くんですか。すぐ。へえ。冷やしてるのが満タンになったらすぐ今度は キロ数測ってそのスーパー。あもうすぐなんだ。すごいね。その日で早いね。人生の101番じゃん。どうぞ。よし。ここ来て。さあもう、セリ始まってますね。めっちゃなんか言ってる。何言ってるか分からんやん。すごい。あ、値段上がられた。すごいね、セル面白いな。面白い、見てるだけでも面白いね。いくらすんだろう、ワクワク。こっち側のさっきの直売、漁協の直売ね。でさっきのハマンのあそこにバレてる。こんな感じで売られるね。さっきのガチュンだ。お、お買い得だね。安いね。マグロ500円。ランキングもある。ランキング、おすすめランキング、グルクマ。これほとんど、あ、グルクマ少なかったのか。ガチュンが一番多かった、ね、ガチュンが多かった。カツオね。はい、じゃあ本日の作業は終了ですね。お疲れ様でした。で、僕たちが取ってきたガチュン、はい、これはあの各地のスーパーにね、全部全部引き取られるそうですね。すごいね。すごい、800キロくらいあったんだよ全部、ね、全部。あーすごい、全部強烈したからね。じゃあ今日スーパー行って買ってこう。はい、で、あのこのケチャミ体験以外にもなんか漁協でイベントやってます。毎月の第4日曜日、なんか漁協内でイベント、お祭りみたいな感じでやってるらしくて、ね、魚のつかみ取りとか、つかみ取りあるみたいな。で、来月の7月は、海の日と重なって、17日にあるみたいです。
早速。あ、はい、じゃあ今回はですね、はい、定置網漁の体験をしてみたんでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。